伊勢軍は、阿波国にあった軍である。軍域は、江戸期の文化年間に成立した、阿波市の名東軍及び、明財軍の公によれば、坪島、佐野塚、柴原、東桜間、東、池尻、観音寺、矢野、延命、中村、府中、敷地、川原田、西高輪、西黒田市宮、下町、中辺、上八幡内谷、 天マの二十一家村を、元気年間二等軍に属した村とする。なお、阿ワ国十三軍合村田幕高辻町では、サナゴーチ、付け我も、伊勢郡とする。以上の地域は、現在の徳島市国府町、一宮町、入田町、八幡町、上八幡町、に、明財郡石井町の一部及び、明東郡サナゴーチ村を加えた地域であり、大部分が、 かつての明東軍の西部から南部にかけての地域であり、東軍は明東軍から分出したと推定される。東軍と明東軍の軍境は、悪意川と美山の三階が当てられていたと考えられる。鎌倉時代から江戸時代初期に見える軍名。永任4年10月5日の年のある山城国大悲山共鳴に明確に記載されており、これが史料上の初見。 東軍分地の事情は不明であるが、その背景には、悪意側異性の東軍域に対して、道川伊藤の地が政治的にも経済的にも自立性を強めたという事情が存在したものと思われる。東軍は近世諸島まで存続したが、漢文4年5月13日に明東軍に併合された。ありがとうございます。